はい、えー、皆さんこんばんは。こんばんは。んんはえー、今日は九月の二十六日月曜日です。はい。はい。えっ、ー、と土日はですね、天気が良かったですね。いい日でしたよね、うん。台風が来てたんですけど、あの台風がまあ僕らの住んでいるところにはあまり影響がなくて、でむしろ天気が良かったということなんですけど、うん、また今日からですね、あまり良くないんですよね。 うんうん、でもまあたまたまお休みの日がね天気良くて良かったですけどね本当ですね、うん、すごくね散歩をたくさんしましたあ良かったですねはいまあこれからねまた1週間ちょっと雨っぽい感じなんですけどまあ雨でもねなんかできる楽しいことを見つけていきたいなと思いますけどねうん、うん、まあこの収録をたくさんしたらいいのかなそうだよねはい <laughs> そんな感じで考えております はいえー、今日なんですけれどもえっ、ー、と質問にお答えするというやつをまたやろうと思ってまして<お>またねあの前回に引き続いてねロメオさんから質問をいたただきましたありがとうございますありがとうございます嬉しいですよねうん質問皆さんもねぜひたくさんいただきたいなと思いますけど、えー、今回はですね「えー、大切」「大事」「貴重」っていう3つの言葉 のまあ違いというかをちょっと話してみようかなと思います。ほ<う>はい、大切、大事、貴重ですね。はい。どどう？うんとね。ちょっと違う。ちょっと違う。ちょっとずつ違う。でも、うん、大切、大事はすごく似てる。 気がします。うん、私の中ではですけど、え、はいはい、基調が違うっていうこと、ね？うんそうだね。使っている時が違うかな。うん、うんうん、まあそうだね。うん、僕は結構ねこれは結構違います。本当？あの僕の中でね。<う>僕の中の意味は結構違うかなと思っていてでまあ。 わからない方のために、まあ、ちょっと説明すると、大切、大事、貴重っていうのは、全部同じ意味はあります。あの、なんか、こう、大切な、例えば、大切なカメラとか、大事なカメラとか、貴重なカメラとかっていう、なんかこう、なんて言うんだろうな。難しい。これは難しいけど、<laughs> <laughs> あの、 うんと難しいねそう説明すると説明って難しいんだけどないと困るみたいな感じうんすごくこう僕の中で一番こう大事大事って言っちゃってるんだけど大事なものですうん、はい、まあ大事っていうのは多分一番あの全部に含まれてる意味だと僕は思いますあ本当、はい。ほうほう 大事っていうのは、もう、大事。大事。はい、大事ですね、はい。で、大事っていうのは、それがないと困るし、まあ、それを一番に考えるっていうような意味を大事ってことかなと思って。うん、だ例えば、大事な約束とか、この約束を間に合わないと大変なことになるよ。大事な約束とか。とか、 大事な会議とかなんかそういうことですよ。うん、うん。だからもう重要重要同じ意味ですけどあのすごくこうなんていうのもう大事っていう。<laughs> <laughs> 多分大事がもうその言葉なんでね大事っていう。うんうん、で大切っていうのは結構意味似てると思うんです僕は。そうだよね。うん、大大切切っていうのもなんか例えば大切な カメラとか大切な会議大切ななんだろう大切な約束とかあると思いますけど僕これ僕の中の絶対違うっていうのは大切っていうのは何かこう僕の気持ちがほうなるほど愛があるというか例えば例えばですよ 会社の上司、ボスですね。会社の上司との大事な食事。ま、晩ご飯食べに。大事な約束。だけど、それ大切ではない。なるほどね。うん、例えば、奥さんとご飯を食べに行くっていうのは大切な約束。わかりますうん、うん、ま、それ人によるよ。もしかしたら <laughs>、ボスとのあれが大,大切な人もいるかもしれない。けど、 なんかこう僕がすごくこう気持ちが入っているというか分かる分かる例えばなんだろうちょっと難しいなこれ例えば大切なものと大事なものはやっぱりちょっと違うと思ってて、うん、例えばもし、えー、このこのカメラが会社からあの 仕事に使ってくださいって言われてるカメラだったら大事なカメラでも例えばお父さんにもらった誕生日にもらったカメラだったら大切なカメラ、うん、みたいな感じなるほどねどうですかあな,なんか分かりますよ分かりますうんなるほど、はい、なんか一緒の意味で私使ってたなって思ったんですけど、はい、今の説明を聞くとあ確かに そういうふうに使い分けていたかもしれないって思いました。<laughs> これ正解かどうかわかんないんだけどね。ね、うん、でも、わかる、わかる。<laughs> 正解かわかんないんですけど。気持ちが入っているっていうのは、大切っていうのは、はい、ちょっとわかる。いや、ちょっと、それが正解かわからないんだけど。多分そういうふうに思っている人が多いんじゃないかなと思います。うん、し、僕は。確実に、そういうふうに分けていますね。 んか人のことを言う時とかに「大切」ってよく使うような気がしますね大切な人とかああ大切な人、うん、愛があるそう僕にとって大切な人みたいな、うん、大事な人っていうのはビジネス上お金を <laughs> <laughs> 大事なあの人は大事みたいなそういう感じまた大事も使うけれどもまあ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 でもその、うん、ほとんど同じなんだけどね、うん、その細かいところ行くとまあそんな感じがしますよねなんかうん、うん、イメージだけどわ、うんうん、かります、うん、すごくわかります、うん、で「貴重っていうのがね出てきていて「貴重っていうのも多分こうすごく大事とかすごく大切って っていう意味では同じかなと思うんです。うんうん、なんだけど、貴重っていうのはなんかあんまりないみたいな意味があるんですよ。そうだよね。あの手に入れるのが難しいというか。例えば。えー、っと今カメラの話してたんですけど、例えばお父さんにもらった大切なカメラとか会社から与えられている。大事なカメラ。うん、で。 これ両方とも貴重といえば貴重なんですけど、うん、多分貴重って使う時一番こうしっくりくるのは多分世界に10台しかない貴重なカメラみたいな感じうん、うん、とかえっ、ー、と世界初のカメラみたいなもう貴重なんですもうもう多分なくなったらどれだけお金を払ってももうもうどうにもならないみたいな感じのこう 世界中にあんまりないみたいな。そういう意味があるんじゃないかなと思います。うん。どうでしょうそ。そっちの意味で使うことの方が多いかも。うん。うん。だから、こう。ほとんど見ないみたいなことですよね。うん。うん。例えば、あの。なんだろうな。貴重な。現象とか。例えば、その。うん、雷と。 雪が同時に降ったみたみいな <laughs> 例えばね <laughs> 貴重「あこれ貴重な」みたいな大事っていう意味もあるんだけどなんかこうまああんまりないみたいな意味があるような気がするそうだね、うん、貴重な体験とかあ,あ貴重な体験ね、うん、貴重な体験っていうのは何ですか例えばなんだろう例えばうーん 今までに見たことないようななんか見たことないようなものを見つけたとかいやほとんどそれ同じじゃないですか <laughs> 多分貴重な体験っていうのは例えばだけどうーんとまあなんかどっかで困ってるおばあちゃんがいて例えば荷物を持って助けてあげたとするじゃないですか駅とかで、うん、そしたらそのおばあちゃんが実はすごいお金持ちの人でなんか もう豪邸に招かれて夕食を食べたとか <laughs>、分かんないけど <laughs>、まああんまりないことですよね。そうそう。めったにないなんかこうか重要な体験というか、うんうん、そういうことかな。 ね、ちょっと今パッと出て <laughs> ちょっとなんかあんまりパッとしないな <laughs> パッと出てこなくて申し訳ないですでカメラでやめとけばよかった <laughs> そうだね、はい、まあでも、はい、そういう使い方はしますねそうですね、うん、はいそう思いますねで逆にあの例えば「奥さんとの夕食が貴重だ」とかは言わない絶対言わない言わない、まあ、なんかかか大大切とか大事と事言うけど 貴重ってなんかそれ奥さんとなんかね例えば10年に1回しかご飯食べないみたいになっちゃうから <laughs> なんかそれ変だよね、うん、そうそうそういうのはあんまり言わないですけど、うんうん、ということでどうでしょう <laughs> ねえ結構あれじゃないですか、うん、結構良かったですねそうだね、はい、そういうふうに使い分けてることが多いかな多分大事と大切はかなり近いと思います意味は。うん 意味はかなり大事だけどなんかこううんやっぱり個人的なこう気持ちっていうか愛というかねそれが入ってるっていうのがまあ大切っていうような気がしますけどね。うんはい、ということでいかがでしょうか、うん、まあこれが正解かどうかわからないけどあの考えることが大事かなと思うんですよ。そうだね、はい ということで、ね、あの,この間の「ほかと別」の違いよりは結構自分は自信がありますけどね。<お>はい、ということでね、はい、今日も最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございましたこういうねシリーズは結構面白いなと思うのでもし皆さんの思う、えー、これとこれの違いとかねなんかそういう何て言うんですかねお題 があればぜひコメントいただけたら嬉しいですありがとうございましたありがとうございましたではでは